北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube と Podcast でお届けしています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。ということで、はい、北川先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう6月中旬中旬ですね。これが配信される、あっという間ですね。あっという間ですね。梅雨、はい、なんか緑が濃くなってるでしょうね。今うねこの放送をしてるときは、はい、まあ新緑が美しいっていうかね、ね、本当に美しいな、うんうんうん。5月のね、5月っていうとなんか新緑って感じですよね。うん、今年は新緑美しいですね。ありがたい。寒かったんですもんね。いや、まだ雪が降るかと思いましたよ。あ、それは4月 ?5 月 ?4 月か。4月末か。4月末ですね。そうですね。はい、そうか。雪が降るかもぐらい寒い。寒かったんですよね。山形じゃなくて、盛岡がですね。盛岡か。はいはい。はい、やっぱ北は寒いですね。うん、まあ、そこからね、今日はまた引き続き大国と、こちら、横浜からお届けしていますが、はい、今回も先週に引き続いてご質問をいただいていますので、先生に、お答えいただきたいと思います。では読みますね。はい、はい。30歳男性の方からいただいています。うん、北川先生、いつもためになるお話をありがとうございます。会社の上司が嫌な言い方をする方で、注意を受けると嫌な気持ちになります。先日初めて聞く、会社から上司宛てに電話がありました。上司に取り次ぐと要件は?と聞かれました。何もおっしゃっていませんでした。というとぶっきらぼうに電話の要件くらい聞けよと言われてしまいました。その様子を見ていた先輩が初めての会社の時は要件も聞いた方がいいよと教えてくれました。要件を聞かなかった僕も悪かったと思いますが、初めてのケースだったのですから次からは要件も聞くようにと言ってくれれば嫌な気持ちにならないと思います。上司の言い方が悪かったせいでここ最近何名か会社を辞める人も出てきます。上司よりももっと上の人に言う方法もありますがことを荒れたくありません。上司に、人の気持ちを考えた言い方をしてもらうにはどうしたらよいでしょうかということです。30歳男性の方からいただいています。はい、あんまり気にしなくていいと思うんですね。はい、うん、あ、なんかまあこういう問題はあなたが問題なのではなくて、やっぱ私も昔周りにそういう人がいましたけれども、はい、問題はその上司がおそらく非常にコンプレックスを抱いている方だと思うんですね。コンプレックスだから、はい、不安と言いますかね。あ、はい、でいつもこう他人から叱責されることを恐れている方だと思うんですね。うん、だから自分の失敗やからうまくいかなかったことをこう、うん、恐れながら仕事してる方だと思うんです。はい、だから要件はっていう聞くのはいい要件なのか悪い要件なのか自分でその差別してるんですね。うん、だからこの方に関わってることは例えばもう本当に相手から苦情の電話が多いのではないかと思うんですね。うん、だから、あ、じゃあなんか恐れてるんですね。そうなんですよ。恐れてるんですね。だから何もないとき、いい相手だったらいいよ、あ、すぐこう会社の名前聞いただけで、あ、この人っていう、こう、わかると思うんですね。うん、だから、なんとかさんって言ったときに、要件はとか聞いたときに、うん、あ、その上司の方は、相手の方の顔と、おそらく要件の内容わかってると思うんですね。うんうんうん、だから会社としては、相手がどんな要件であろうとかかってきた内容は自分が受けないといけないんですけど、うん、はい、要件はって聞かれたときにそれをいろいろ選別する必要はないと思うんですね。よく考えるとね、うんうん、だからいい要件悪い要件っていう悪い要件だったらガッと構えてから対処しないといけないみたいなところがある方なんだと思うんですね。なるほどね。うん、だからはっきり言ってこの上司はいつも恐れてる方だと思います。うん、じゃあまず そういう方っていうことをこのご質問の方が一つ受け入れること、うん、そうですね。あ、この方はなんかいつも恐れてるし、その仕事の失敗を疲れることを嫌がってる方なんだな。逆に言えば、いろんなところで対立したり、仕事失敗したり、先方と
言い合ったりするしている可能性があると言いますよね、うんうん、なんかいつもこう私の言葉では戦ってる人って言いますね。あ、だから傷つけ合ったり傷つけられることを恐れている、うん、まあ、うん、おそらく小さい時からそんな生き方をしてきたと思うんですね、うん、いつも戦ってきた方、うん、ある意味かわいそうな方だと思います、うんうんうん、だから あんまり気にしなくていいと思うんですね。要件はって、要件にいい悪いはないですもんね。受けてから決まらない、うん、ね、はい、だから、まあ、あまり気にしなくて、いいと思います。で、金受けて、そういう時は何もおっしゃってませんでした、要件は分かりませんでいいんじゃないですかね、うん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 、気にしなくて直接聞かれてくださいぐらいの穏やかな、うんうんうん、直接聞かれた、お話ししたいみたいですよみたいな形で、うんうんうん、いつも、で初めての会社って言ったらやっぱ警戒するんでしょうね。警戒してるって、うん、なんか、だからいい会社だったら、初めての会社だったら、喜びがあるはずなんですね、こう。そうですね、素直に考えればね。あれが、営業なんか広がるんじゃないか。新しいね。うん。新しい広がるんじゃないかって言ったら、すごい警戒してるっていうことは、何か恐れてる方なんですね。はい、だから、そういう思いで、まあ、接するといいと思いますね。だから、先輩もおかしいと思いますね。初めての会社の時、要件も聞いた方がいい。それは初めてかどうか分かりませんもんね。そうですね。確かに。それが分かれば、うん、っていうところはありますよね。どんなご要件でしょうか、でもいいですけれども、うん、ちょっとそういった方はこう警戒すると思うんですね。うんうん、親しいのか親しくないのかいろいろ分かっているから、うん、まあ、なかなか難しいけれども、はまあ普通通りでいいと、そんなにかしこまる必要はないと思うんですね、うん、じゃあそういう意味ではどうでしょうね、まあ、この文明拝見してて、まあ、ご質問してくれるぐらいですから、まあ、当然そうだと思うんですけど、なんか、ね、今先生がおっしゃった大前提でこれから処していけば良いのかなと思いつつ、ね、やっぱりその方の恐れとか不安、怒りをそのままこのご質問者の方もそのまま、まあ、素直にストレートに受け止めちゃってるから、ね、この ご質問者の方の文言もかなり怒りにあふれてやっぱり どうしたら変えられるかみたいな戦う感じになってしまってるのがちょっと気になったんですけど、ね、はい、だからけど最初の前今日教えたように、相手に光、いつもちょっとこう、光、右回りの光、サチあれって、その人の会社の上司に向かって、はい、ま、から同僚の先輩に向かっても、うん、サチあれ、サチあれって送ってればいいと思いますね、うん。みんななんか一生懸命恐れて戦って生きてる人たちばっかりなのかも分かりませんね。うんうん、だから、そこでバリアを張って、自分はこう、嫌な生き方をしないで、バリアを張るということは、自分は幸せに生きるということで、幸せであり、幸せでありって、こう、光を送ってあげるといいと思いますね。うん、一番大切なのは、その、上司であり、その下にある先輩だと思うんですよね。うんうんうん、だから、みんな辛い目に遭ってる、戦場の中にいるような感じがするんですけれども、うん、日本の会社では、こう、そういう戦場のような会社っていうのはあまり長続きしないんですよね。特にこれからはちょっと厳しいかもしれないですね。うん、だからことを表せたかありませんという言葉自体もいらないと思いますね、うん、上の方に言う方がありますが、それは告げ口になってしまうから、あなたがもう嫌われてしまうので、うん、それでも直接上司に文句言ったりはなくて、上司に幸あれだけで十分だと思います、ね、うん、でもこれぐらいのことはこう出したことじゃないから、あ、すいませんぐらいでいいんじゃないですかね、うん、乗り越えていってほしいと思いますね。そうですね、まあね、すごく離れた方だったらね、まあ、割り切ってできると思いますけど、うん、やっぱりもう上司の方なんでね、すごく近いと思うので、やっぱりそこのどう考えても、今先生がおっしゃったよう、ね、なやっぱり心持ち一つが、まあ、やっぱり大事になってきますよね、うん、そうなんですよ。だからこれもし効果あるのは、その人の背中に嫌な背中に向かって光あれ、うん、幸あれ光あれ、右回りのエネルギーみたいな感じで、うん、ピンクの光、幸あれ幸あれ幸あれ、嫌な上司だけど幸あれ幸あれ幸あれってやってると、嫌な先輩だけど幸あれ幸あれってやってると、ある日ポンと溶ける日がやってきます。本当にやってきます、うん、で上司が変わったり部が変わったりとか、なんか職場が、うん、なんか変化っていうのがやってくるから、はい、それを楽しみに幸あれ幸あれ幸あれってやっていると思いますね、うん、それよりも自分の才能をどう伸ばしていったらいいかっていうことを考えてた方がいいと思いますね、うん、
この会社で自分の才能をどう伸ばしていくかっていう、うん、考えていくと、自分が一番好きな部署にこうつけると思いますね。そうすると、その上司と、ね、あの、会わなくて済むようになると思います。うん、ですから、ことを荒立てたくないとか、そういう考え方も捨てた方がいいと思いますね。うん、そもそも、ね。から上司よりももっと上の方に言う方にありますと言ったら、それも告げ口になってしまうので、うん、ああそんなことにこう あまり争いに巻き込まれない、うん、もっとこう自分のいい仕事をするように心がけるというふうにして、まあ、少しずつですね、人生をそちらの方向に持っていくといいと思いますね。じゃあなんかこう自分の心とか、はい、こう生きる姿勢のそのベクトルというか方向性を、なんかその今の上司をどういさめるかみたいな方向に向けるんじゃなくて、ね、もっと今先生がおっしゃった方向に自分の才能とか会社で何かできることないかとか、うん、そういうふうに向けた方がいいってことですかね。まあ瞑想とか覚えて呼吸法を身につけて胆力をつけることですね。はい、深い呼吸 を覚えていくと胆力がつくんですね。そういうことに左右されない、うん、よっしゃ、うん、そういうことに負けないぞ、うん、なんてことないやっていう、うん、こう胆力みたいなのがついてくる、はい、表面的な争いにこう自分を右往左往するんじゃなくて、もっと深いところで自分の、はい、心を整える方法、呼吸法とか、浮動とか、うん、はい、なんかそういうものをやりながら、あの、呼吸法を身につける、なんかそういう、いいですね、うん、あれを身につけた方がいいと思いますね。うん、それから私からの方法あるとしたら、やっぱ、はい、あなたが気をつけてほしいっていうことがあります。うん、それはこう、あなたの言葉が、人はこう、周りの人は、まあ、上司を見てて分かるように、うん、はい、人はあなたの言葉に染まっていくと言いますかね、うん、難しい言葉ですけれども、人はあなたの言葉に染まっていく、はい、あなたの言葉に染まるということを知っておいた方がいいと思いますね、はい、仮に30ぐらいになってきたら分かると思いますけども、子供が できてるとあなたの言葉に子供は染まってくるし、あなたの言葉に奥さんは染まってくるから、はい、だからあなたが良き言葉を使いなさい、正しい言葉を使いなさい、はい、いつも優しい言葉を使いなさい、優しい言葉で周りの人を染めていきなさいって教えたいですね。あ、素敵ですね。優しい言葉で周りの人を染めなさい、はいはい、うん、はい、だからこの言葉をこうどうか受け取ってほしいと思いますね、うんうんうん、他者はどうであれ、うん、あなたは優しい言葉で人を染めていきなさい、うんうん、言葉にはね、それだけのやっぱり力ありますよね、良くも悪くも。そうですね、はい、だから私たちは優しい言葉で周りの人たちを染めていきましょう、うん、そうすると周りの人たちからも優しい言葉でこう染まるような、うん、言葉が返ってきます、うん、はい、ありがとうございます。ぜひ実践していきましょう、はい、さあ、はい、この番組では引き続き皆様からのご質問ご感想を募集しております、詳しくは概要欄をご覧ください。そして、北川先生の、満月の勉強会名古屋、開催中です、こちら、途中からの、受講も可能ですので、ぜひ、チェックしてみていただけたらというふうに思います。ということで、北川先生今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。来週もよろしくお願いします。